こんにちは、ボルデュールサロンヨーカです。今回はハーダンガー刺繍のベルについてお話ししたいと思います。こちらのベルはアメリカのチャートを元にして刺したものです。もちろんすべてハーダンガーなんですけれど、立体的に仕上がるのがとても楽しいですし、見た目も可愛らしいので時々作っては家のあちらこちらに飾ったりしています。こちらはツリーのオーナメントにしました。これはハーダンガーベルで初めて作った作品で、もうかなり前のことになるかと思います。というわけで、結構古い作品なのでベルのてっぺんの金具の部分が最初はシルバーだったんですけれど、なんか黒くなってきてしまって、その部分だけちょっと取り替えようかなと思っています。こちらはオリジナルのベルで、クリスマスの仕様になっています。ゴールドのビーズや糸でクリスマスのキラキラ感を出してみましたが、出来上がって思ったのは、赤糸をもう少し太めのもので刺せばよかったなぁと反省です。28カウントリネンの濃い緑に刺したので、赤糸のスカスカ感がちょっと目立ってしまったんですね。まあ、またこれはリベンジしてみます。同じカウントステッチということでクロスステッチと組み合わせてみました。ベルの裾の部分も含めてレースっぽい部分が少ない作品です。そのせいかベルというより釣り鐘型になってしまったかなと思っています。内側にスワロフスキーのビーズを垂らしているので、ちょっとこうキラキラします。こちらは同じベルを2つ作ってアロマストーンに取り付けてみました。ドアノブのところにかけたりしているので、その前を通るとふわっと良い香りが漂います。ハーダンガーベルは裾の部分をくるんとさせるのに少々コツがいるんですけれど、このピンクのベルはそのくるんが比較的よく出ているかなと思っています。こちらはお教室の生徒さんにベルを教えてほしいと言われて、その見本として刺したものです。ハーダンガーベルは比較的すぐに刺し上がるので、私は大きな作品作りの途中の息抜きステッチとして作ったりします。こちらのチャンネルは主にハーダンガー刺繍のあれこれについてお伝えしています。時々ステッチタイムの息抜きとして、私が住んでいるオランダの風景や日常生活についてレポートしたりもしています。ご興味があればチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。